ああちょっと当たり使ったな。疲れてきて、はい、体どんどん伸び上がってんすよ。なり深く沈んでます。おお、うまく。やっぱり足全然動かんな。こういう結構全体的に登ってる左足上がりはもう本当に下半身なんか一切使えないんですよ。だから使おうとしちゃうこと自体がそもそも間違ってるんですね。本日はですね、はい、埼玉県本庄市にあります児玉ゴルフクラブに、はい、来ております。足場が高くて打つ場所がちょっと低いみたいな変なね高低差があるところで、なので重心だけちょっと下げて気持ちちょっと縦振りを意識して、はい、いいよ、ナイスアプローチ。あるんじゃない。あ、ほら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 、あ、ここに木の上に球があった。アドバイスなしで、はい、なんと、はい、スコア教えてください。スコア49です。ナイス、うん、すごい50切って、うん、だって最後にプライオン打ってね。プライオンで、そうですね、最初も悪かってね、かなりね、かなり良かった。まだ一応4バーディー3ボギーの35回ですね、うん、やっぱすごいね。ナイスプレー、ありがとうございます。やっぱすごいね、うん、後半です。はい、じゃあ後半のスタートホール来ました。10番ホール、はい、はい、ちょっとね風も吹いてきてくれて、雲もねちょっと暑くなってくれたんで、だいぶねやりやすくなってきたんですけど、まあね最後のミー君ね確かにかなりもう朦朧としたんでやっぱやられるね、うん、太陽出てなくてこれですから、うん、もう皆さん、ね、マジで気をつけてください。はい、本当僕らもね氷嚢とか持って挑んでますけれども、これでも結構しんどいんで、うん、であのなんか先生になんか裏ミッションみたいな、裏ミッション、そうです。92出したら先生がもう運転までしてくれて、エスコートしてくれて、エスコートしてくれてご飯を食べるし、してくれると。なるほど。今日、前半が49だから、まあ、一応43か43以下で回れば、ね、はい、一応裏ミッションクリアと、はい、なるほど、頑張ります。俺ももらっとけばよかったな。確かに。お願いします。お願いします。もう一応気にする点としては、午後一はまあご飯食べたりねしますから、うん、結構体の動きっていうのがね制限されちゃいます。なので朝一と同様になんかフルスイングをしようっていうのはなるべくしない、うん、はい、もうなんか7割ぐらいで打とうかなみたいな。まあ、みーくんのねあのラウンド動画の時もお話ししましたけど、午後一はいきなりフルスイングしちゃダメですよと、うん、あとはこの暑さでねやられてますんで、まあ自分が想定してる動きよりかはかなり制限してあげないといけませんね。よいしょ、ナイス、イエーイ。あ、おー、よかったー。サビー君は4番ユーティリティです。4番ユーティリティですね、はい、20度のどこら辺狙っていきます？ちょっと右ですかね、右のラフを狙っていこうかな。了解です。ちょっとスライスしたけど入るかな。はいはい、 OK、 入れてます。180か190か、4番ユーティリティ、かなり深く沈んでます。おお、うまく。あ、ナイス。おお、いいキック。おお、左キックしてくれた。ありがとうございます。うん、ナイスですね。やっぱり足全然動かんな。こういう結構全体的に登ってる左足上がりは、うん、もう本当に下半身なんか一切使えないんですよ。だから使おうとしちゃうこと自体がそもそも間違ってるんですね。だから今のはあれでいいんですよ。あ、OK ってことですね。そうラフの分ね、前ラフで引っかかりすぎたから、うん、それも懸念してちゃんとね右サイドちゃんと狙ってあげて打ったから、今ちょっとばかしね曲がる量がそこまで多くなかったけど、うん、まあ、左に出て左よりかは全然マシなんで、はい、
打つ前のいろいろ教えてもらうのももちろんいいけど、打った後にそれでいいのかっていうのは結構なんか大事。いや、めっちゃ大事ですよ。こう画面越しでも分かるようにめちゃくちゃ打ち上げてるんですよね。ここ後ろもこんな感じです。距離は113ヤードなんですけど、上り入れると123とか8ヤード9ヤードぐらいプラスする感じですね。ピンが奥20まで切ってあるんで、100飛べば正直グリーンエッジという感じなんで、100は絶対に打ちたいと。なのでこの左足上がりで本来だったら56で100は届くんですけど、フルスイングできない状況なんで、僕はあえてピッチングを持ちます。47、だいたいフルスイングしたら130までは飛んでくれるかなと、で多分8割ぐらいしか振れないんで、そうなってくると110から20飛んでくれたらいいかなみたいな、っていう計算でのもとちょっと打ってみます。良さそうですね。でもなんかミー君の反応がないからワンチャン奥行ってる。56です。56度。はい。うわあ。やっぱり下くぐった。まあこれがよく言うだるま落としってやつですよね。ああそうなんです。初めて聞く。あ、初めて。24ヤード。56度で。おっ、ナイス。あんなつらつらとね、ヤードがこうで番手選びこうでとか言っといて、藤原さんあんな特大オーバーしてました。まあここまで実質の距離だけで言ったら110だったんで、130飛ぶ番手で打ったらまあそれはそうなるよなみたいな。たけさんかなり大オーバーしましたが、しかもこっち下りやからね。そうなんです。これが結構難しい。もうちょっと惜しいな。キャリーで多分グリーン行ったら僕行っちゃうんですよ。そうなんですよね。めちゃくちゃ難しい。もうしょうがないかな。セカンドが全て悪かった。うわ、惜しい。入ったと思った。ダボでーす。ドンマイです。簡単にね、ダボ打てちゃうね。いや、本当ですよね。難しいゴルフは。あー、優しいタッチで良かったんですけどね。ねえ、弱い分切れる量を計算しないとって感じでしたね。ダボドンマイです。まあこれはしょうがない。まあ難易度高いんで、はい、このホールは。あの木邪魔やな。そうなんです。あそこのフェアウェイにある木がかなり邪魔してくるんで、ティーショットが難しいです。あー、やっちゃった。あ、出てきた。あ、出てきた。体力の衰えを感じてるわ。4番ユーティリティ。はい、4番ユーティリティ。あー、ちょっと当たりつかったな。ちょっとずつね、はい、やっぱ僕もみーくんも同じで疲れてきて、はい、体どんどん伸び上がってんすよ。もう確かにトップが、確かにそうトップが多い。そう、もうこれね、みんなあります。これ上手い人でも全然あるから。そうですね、これすごい気にしとかないといけないですね。前傾をしっかり維持するだったり、 あとは単純に振りすぎだったりとか。バンカーです。コースガイドとか見ながら、このバンカーも嫌ですねなんて話してたバンカーに。そうなんです。まさに、はい、まさに入っちゃいましたね。
250ヤード20度のユーティリティです。ミク、はい、やらかしちゃいましたね。やらかしちゃった。選択ミスですか。もしね、自分がミー君のボールの位置だったとしたら、多分その2本は持ってきてないです。アイアン。じゃあバンカーはアイアンじゃないとダメなのか。いや、そんなことないですよ。そんなこともない。でも今までの中でどれだけフェアウェイバンカーをやってきたかっていうのは経験値。確かに、サケさんのが、かなり林の上の方。ピンまではまだ200以上あります。さあ刻みます。10度のユーティリティです。おお、バンカー、バンカーかな。今やっぱ200ぐらいあるからユーティリティでちょうどいいなって感じで打ったんですかね。そうです。ああ、なるほど。はい、え、いやいやいや、大丈夫ではないと思いますけど。大丈夫じゃないや。だから今って距離的にはナイスショットしてようやく届くのか、もしくはそしてようやく届くですよね、うん、つまり余力を残した状態でなんか8割ぐらいで打って届くとかではないわけじゃないですか、うんうん、状況は良くないですよ。ラフで、あ、距離が飛ばない要素が多いですよね、はい、ってなったらもうあれ3打目ですよね。3打目です。で次の4打目のことを考えないといけないんですよ。じゃあアプローチ得意なわけじゃないですか、はい、でそう、ちょっと手前に落としておけば、あ、バンカーに入らない距離打っておけば次4打目で乗せれましたよね。あ、はいはい、まあ、今ねあのバンカーに入ったかどうか分かんないですけど、バンカーからね、1打で乗っけれる。難しいですね。そう、難易度がちょっと上がっちゃうんですよ。確かに。バンカーの方が絶対にね。だからその4打目のことを考えてあげて、あわよくばねこのぐらいにもつけれたりもするわけですから。でもバンカーだとこれは難しいんですよ。そう、だからここであえてアイアンとかで刻んであげたりとか、もうちょっと飛ばないユーティリティの方で刻んであげれば、次の4打目を効率よくね、あの狙いに行けるかもしれない、狙いに行けたかもしれない。これもタラレバになりますけれども、でもそういう考え、ね、短いユーティリティ持ってたらバンカーには入ってないですよね、あの両サイドの。だからそういう選択を取っとくと、僕みたいに、あ、右曲げちゃった、3打目横出すだけでも残り100ぐらいじゃないですか。だったら乗せられればバーディーパット打てるわけですから。あー、ちょっと左行っちゃったな。返して。あ、お、すごいギリギリに乗った。ナイスオン。20ヤード、60度です。うまい。この距離、そういえば打ってないな。あー、全然ダメ、全然読み切れてない。もっといって、もっともっともっと。あ、まっすぐだ。惜しい。狙った方向にそのまま出ました。惜しい。ちょっとね、膨らましすぎちゃったね。うん、ダーバですかね。うん、でもナイス読みです。ナイス、うん。160ヤードぐらいなんで8。あー、さようならです。落ちるか。いや、これ落ちちゃう。あー、落ちちゃう。さようなら。
5番ユーティリティ、はい、24度。お、あ、ナイス、あ、でもこれは一緒か。お、耐えろ、耐えて、ちょっと耐えた、はい、耐えた、うん、56で、はい、はい、ちょっと、あー、垂れる。13ヤード。60度。60度でございます。はい。うわ、あー、抜けちゃったね。抜けた。ただこれがあれですよ、左足上がりのロフトが寝ちゃう、あ、距離がロスすることを踏まえた上での距離感だったりとか。だから僕60度構えてて届かないなと思って56にしたんですよ、わざと。多分平らだったら全然届くんですよ、あれで。うーん、うん、ナイス、素晴らしい、ナイスアプローチ、ナイスアプローチ。あー、弱いか。うわー、惜しい。先です。はい、はい、ボギーです。ドンマイです。お、あ、あまあこれはね、しょうがない、入ったかと思ったはい、ドンマイです。ダボ、はい、ダボ、まあ、しょうがないですね。はい、頑張りましょう。次ね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よし、各種 SNS 概要欄にありますチェックお願いします。お願いします。噛むな。こんばんは、ニッケです。プロトステがすごいっす。曲がらんっす。そうやねん。もう曲がらんっていう声がすごい。で、想像がつかん。これよりいいシャフトを作るドライバーで。うん。329ヤード。全然違うの。プロトステが後ろ1個外すと、もうとんでもないドライバーに変わります。